クズすぎるお笑い芸人7選。1、岡野陽一。近頃クズ芸人として一気に名を馳せた岡野陽一さん。多額の借金を抱えていることやギャンブル好きとして知られていますが、借金をするようになったきっかけは8歳の頃まで遡ります。ジュースを買うお金が足りなかった岡野さんに、貸そうかと友人が500円玉を差し出しました。その当時のことを岡野さんは後に、この日僕は覚えてしまったのだ、人から借りた金で飲むジュースのうまさをと語っています。そんな岡野さんは2022年7月25日放送の突然ですが占ってもいいですかに出演。そこでタワマンに住む彼女の家に転がり込み、家賃を払っていないという紐状態であることも明かしています。付き合った人がたまたまタワマンに住んでいただけだと説明していましたが、結婚する気はないという正直なコメントをした岡野さん。このコメントに視聴者からは、相変わらずのクズっぷり、彼女がかわいそうなどの批判の声が上がりました。2、霜降り明星粗品。史上初の R1 グランプリと M1 グランプリの2冠を制覇した霜降り明星の粗品さん。そんな粗品さんは根っからのギャンブル好きとして知られています。多額の借金を抱えながらも休日はパチンコ三昧。ブレイク後もその借金は増え続けていると相方のせいやさんが語っています。わずか3日間で700万円もの大金をギャンブルで失った経験のある粗品さんは、過去に預金残高が717円しか残っていなかったことも告白しています。今も次の給料日までお金が残っていたことがないと話し、多方面から借金をしている粗品さん。自身の YouTube チャンネルでは、吉本興業から1000万円以上の借金をしていると暴露し、その他にも漫画家や企業の社長から数千万円以上の借金をしていることを明かしました。そしてこんなに借金ができる理由を、 YouTube で言っているのは全部嘘で、本当はあなただけに借りてるんですよと言って借りていると話した粗品さん。視聴者からは、いくら借金してても生活がちゃんと成り立ってるのすごい、覚えてるのも偉いし返そうとするのも偉いと、あまり批判は目立たず、クズながらも愛されキャラな粗品さんでした。3、安田大サーカス、クロちゃん。水曜日のダウンタウンでそのクズっぷりを世間に知らしめた安田大サーカスのクロちゃん。2020年3月2日名医のザ・太鼓版では、生活習慣の乱れから2型糖尿病と診断されたクロちゃんは余命5年を言い渡されます。食生活を改善しようと自身の食事を毎食ツイッターに上げ、担当医師がチェックしていましたが、そのツイートは嘘まみれ。ラム肉と野菜だけを食べたとツイートするも、実際は白米を一緒に食べていたり、牛丼のご飯を4分の1にしたとのツイートも、実際はしっかり一人前を食べていたりしたことが分かりました。命に関わる医師の忠告を無視するという相当なクズさの分かるエピソードですね。さらに2018年8月19日放送のお笑いワイドショーマルコポロリでは、とんでもない仰天エピソードが披露されています。同じ安田大サーカスのメンバーであるヒロさんが脳内出血で緊急入院し、意識のない状態が続いた時のこと。いつ命が失われてもおかしくはない状況に、安田大サーカスの団長がクロちゃんに連絡を入れると、僕はいいです、今パチンコに来ているんでと信じられない発言。この発言には共演者の月亭方正さんからも、またパチンコか、お前それはあかんぞと怒りの声が上がりました。4、相席スタート山添寛。自らをクズ紳士と称してバラエティ番組で活躍中の相席スタートの山添寛さん。クズ紳士と称す理由は、借金をしてでも
女性には1円たりとも払わせないというポリシーからなのです。人から借りたお金で女性や後輩にご飯をおごる山添さんは、相方の山崎圭さんからも400万円ほど借金をしていました。圭さんが結婚した際にはもちろんご祝儀を送りましたが、それもまた人から借りたお金。 K さんの話では、その月の借金返済は、今月は急な出費があったので返済は控えさせていただきますと滞ったことが語られました。また山添さんは借金のことを絆と呼んでいることも明かされています。春日川もまるでいいことをしているかのように錯覚するからと独自の解釈をする山添さん。山添さんは吉本興業からも借金をしており、その借金は仕事を回してもらうための絆だと話しています。吉本興業も山添さんに仕事を回さなければお金が返ってこないので、意外と賢いやり方なのかもしれませんね。5. コロコロチキチキペッパーズ、ナダル。キングオブコント2015での優勝経験を持つコロコロチキチキペッパーズのナダルさん。そんなナダルさんは先輩や後輩、一般人に対してまでも態度が悪いとクズっぷりが目立ちます。ある日ナダルさんが合コンに参加した時のこと、女性を見るや否や、初対面にもかかわらず、綺麗ですね、整形してるんですかと声をかけ、なんとその女性は怒って帰ってしまったのです。女性に対して失礼すぎる発言をしたナダルさんですが、プロポーズから結婚までは何をしてもいい期間と捉え、夜のお店で遊びまくっていたと話しました。女性をバカにしているとも取れるこのエピソードに、客席からの非難の声を浴びたナダルさんでした。また2016年11月3日放送のアメトークでドッキリを仕掛けられたナダルさん。ある日劇場の楽屋で芸人仲間と相撲を取っていたナダルさんは、誤って壁に穴を開けてしまいます。そこで番組はマネージャーから壁の修理費10万円を請求されたらどうするかというドッキリを仕掛けました。するとナダルさんはマネージャーに必死の抗議を見せます。自分が穴を開けたにもかかわらず、あの楽屋にいた芸人全員で10万円を払うべき、割合から言うと俺は1万円くらいと、絶対に自分の非を認めないナダルさんでした。6. フルーツポンチ、村上健二。芸人仲間やスタッフからも性格がクズだと評判のフルーツポンチの村上健二さん。2017年10月19日放送の深夜でロンドンハーツにて、スタッフが現場で感じた嫌われ系芸人リアル好感度ランキングで見事最下位に輝きました。そこでは番組の打ち合わせで、早く帰りたい時は露骨に態度に出し、適当な相槌を打ったり舌打ちをしたりすることが明かされています。そしてあまりの態度の悪さに、プロデューサーやディレクターからも一緒に仕事はしたくないと言われていたのです。なお相方の渡利健太郎さんに対してはさらにひどい態度をとっています。ネタを書いている方が偉いという絶対的な思想がある村上さん。フルーツポンチのネタを書いているのは村上さんの方なので、渡利さんに対し、ギャラおごってんだからごちそうさまって言ってよ、楽して金稼ぎたいだけだろと暴言を吐いています。飲みの席では、お前は俺の幸せな家来だと思えとありえない一言を渡利さんに浴びせ、とうとう渡利さんを怒らせてしまったというエピソードもあります。 7. ザ・マミー、酒井隆。キングオブコント2021年のファイナルステージに進出し、一気に知名度を上げたザ・マミーの酒井隆さん。酒、ギャンブル、女遊びとクズの三大要素を兼ね備えています。大のパチンコ好きで、借金をしながら1461日連続で通ったこともある酒井さんですが、金属アレルギーのため素手でパチンコ玉に触れず、手袋をはめてパチンコをしています。コロナ禍でパチンコに行けなかった時は、
インターネットでパチンコ玉を取り寄せて触っていたという、もはや中毒を疑うレベルのパチンコ好きです。借金がある酒井さんは2021年まで30年間実家暮らしをし、親のすねをかじっていました。収録の際、楽屋で余ったお弁当を持ち帰ってはお母さんに500円で売っているというエピソードも披露。三兄弟の末っ子として育った酒井さんは甘やかされて育ったと話しています。そんな酒井さんの現在の借金総額は300万円。親には頼らず自力で返そうと頑張っているようなのですが、一度は親に一括返済してもらった過去があります。借金をするようになったきっかけは、19歳の時にアロハシャツを買うためだったと話す酒井さん。クレジットカードさえあればお金がなくても欲しいものが買えると感じた酒井さんは、すぐに限度額までカードを使い、利息を払い続ける生活が始まったのです。クレジットカードの使い方がまさにクズといったエピソードを持つ酒井さんでした。今回はクズすぎるお笑い芸人7選を紹介しました。今後もお笑い芸人に関する動画を上げていきますので、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。